はようございます。釣り子 TV です。これね、3つも買ってきちゃいました。レイドジャパンのですね、機体のチャターベイト、マックスブレイド、スピードタイプっていうことで、3つって言ってもね、重さ違いで8グラム、11グラム、14グラムってね、こう、3つのサイズが展開されているので、でね、結構ね、今ちょうど店頭に並んでいるぐらいのタイミングなので、結構ね、いろんな釣り具屋さん見て回って、あ、これはね、札付き、まあ、これキャスティングで買ったのかな、で、これは、キーポンで買ったのかなって、あ、値段はどこも変わらずね、1100円っていうね、ことみたいですけども、あ、結構ねチャターベイトの釣りっていうのが好きで、それでもってね、どの重さも結構ね、いるんですよね。14でめちゃくちゃ遠くをね、サーチしたい、あとは同じスピードの引き感で1段下を狙いたい、そういう時に例えばこの 14g を使ったり、大体自分の中で基準にしてるのはこの 11g って書いてありますけども、大体 10g 前後のモデル、これが一番基準で、まあそれでもうちょっと上のレンジ攻めたい時はもうちょっと軽くして、もう一段下、同じ巻きスピードで探りたい時は14にしてっていう感じで使ってるので、一番基準になるやっぱりこの、ね、10g、11g っていうね、ここら辺のサイズは必要だなっていうところと、あとは、なんだろう、浅いところをテンポよくね、ストレスなく巻きたいっていう時は軽いのも必要だよなっていうね、こういうね 8g っていうモデルってね、まあ、ここら辺はちょっとどのサイズも欲しいなと思ってね、このスピードっていうねタイプですけども、3つ買ってきました。まあ大体基準にするのはこの金黒みたいなカラーになるのかなって感じですけども、じゃあね、早速開けていきたいと思います。どれ開けようかな。じゃあまあ一番このね、基準になるかもしれない 11g で、ここら辺でね、開封していきたいと思いますけど、パッケージがねこういう感じのね、青と黄色が綺麗な感じですごいね目立っていたんで、ああこれ新しいチャターかーと思ってね、すぐ分かったんですけど、キーポンで買ったやつですね。はい、あ、早っ、ね、チョッパヤモデルなんですね。ピチッと開けて、はい、出していくと、はい、こんな感じなんですね。ちょっとこう見やすくすると、ハイスピードで巻けるから、この後に出てくるって言われてるパワータイプと比べると、ここがへっこんでるような、そういうデザインみたいなんですね。あとはもう一番見て分かりやすいのが、このブレードがだいぶ小型ね、他の今まで売っているチャターベイトと比べても、これは小さいなっていうね、そういったブレードがついてますね。これによって速くてハイピッチなアクションを実現できているっていう、こういうことみたいなんですけども、で目が比較的大きめの目がね、こうついているっていうのがなんかいいですね。これがバイトマーカーになってくれそうで、で分かりやすく裏にはこう 11g なんて書いてありますけども、でブレードのところにはね、これスピードタイプなんで、こう S っていうのがね、書かれてたりしますね。でちょっと針も出していきたいと思いますが、はい、くださいね。これね、ねじりながらね、こう押し出すようにしていくとね、結構綺麗に取れる。はいね、針がねめちゃくちゃいいのがついてますね、これ。これはちょっとでも食いに来たら賭けにかかるぞっていう、そういう感じのね、これ、フッ素加工してありますね、の針がついていて、でキーパー部分ね、ワームをホールドするキーパー部分はこういう感じで、下に2つの突起と上に1つの突起があって、結構ね保持力高そうな、そんな感じので、なおかつ、まあ、付け替えもしやすいのかな、ギリギリっていうね、そういう感じですね。最近例えばもう針金で一度付けたらちょっと絶対取れないぞみたいなね、
キーパー部分ってあって、そういうの大好きなんですけども、まあね、やっぱ付け替える時に頭が破れちゃうとかそういうのもあるんで、レイドジャパンおかっぱりでいろいろな、ね、ワームを例えば状況に合わせてテンポよく取り替えていくなんていう展開も多そうなメーカーですからね。そういったところでこうワームの、ね、交換なんかした時もそこまでぶっ壊れないような、でも保持力の高そうなっていう、そんな感じのキーパー部が採用されているんではないかなと思います。そしてこれですよね、ガードがついている、ね、あのチャターベイトでいうと自分エバーグリーンのジャックハンマーシリーズが一番大好きなんですけど、あれね針でかくてで動きもね、大好きで、まあ何よりもよく釣れるっていうことで、ジャックハンマーね、愛用中ですが、あれねガードがついていないんですよね。だからオープンエリアとか、まあもともとスピナーベイトみたいにこう常にこっち向きで泳ぐルアーだから、そんなにね根がかることっていうのは自分の使い方だとないんですけども、とはいえやっぱりねちょっとカバーなんかに打ち込もうっていう時とかはどうしようかななんてねちょっと躊躇しちゃう場面があったので、そんな時にこのレイドジャパンのシリーズであればガードがついてるんで、まあそういう今までちょっとチャターも投げるのをね躊躇していたようなところにも、投げれる気持ちが湧き起こるんじゃないかな、ね、そんなところを期待してね、ちょっとガード付きはこういう感じでレイドジャパンの使ってみて、ではたまた普段のオープンエリアではエバーグリーンのジャックハンマー使ってとかね、そういう感じで使い分けしていこうかなっていうね、そんな思惑もあってね、一気に3つ買ってみました。であとねこのスピードタイプね、ブレードが小さくてで早く巻けるっていうことは、なんだろう、流れの強いところで遅く引けるっていうことにもつながるんじゃないかな、ね、そこら辺も期待してね、このスピードタイプっていうのね、すごいね、レイドジャパンの動画とかで見て、あこれ良さそうだなってね、出たらいっぱい買おうなんてね期待していたんですけども、結構ね流れの強くてでそこでね、従来のチャターとかだとブレードがでかくてもバリ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 っていうね、そういう感じで、まあそれはそれで釣れるんですけどね、それにでっかいトレーラーとかつけたりしてそれはそれでいいんですが、まあそんなところでもちょっとアピールを落として、でもチャターのあの感じでで後ろのトレーラーを交換いろいろすることによって状況に合わせやすいかなっていうね、だからどちらかっていうとすごい早く巻きたいからこれを買ったっていうよりも、まあおかっぱりでねよく動画なんかでやってる超激流のね川筋みたいなところとかね、そういうところでテンポよくチャターのアピールができればいいんじゃないかな、ね、そういうところで良さそうだななんて思ってね、このね小型ブレード装着のスピードタイプね、大期待していたわけなんです。で裏にね説明書きが書いてあるんでちょっと読んでいきたいと思いますが、低速超高速まで超、微振動を発するオリジナルスピードブレード搭載、超高速域での安定性を追求したヘッドデザイン、ラバーの太さ本数を吟味したオリジナルシリコンラバー、スナックレス性能とフッキング性能の、両立を追求したプラスチックガード、強度とフッキングレスポンスを両立した、特注平打ち、テフロンコートフックっていうことで、そんな感じのね、肝が裏に書いてあります。あれこれなんかシールで隠されてるの、このシールなんだろう、秘密のメッセージみたいなのがあるのかな、JBNBC 認定フェコ仕様みたいなアイテムね、こういうのがね隠れていたんですが、もちろんそうですね、江口さんとかいらっしゃいますから、トーナメントで使えないとあれですよね、まだ認定はされてないのかな、認定はされてないのかな、そうですね、フェコマークついてませんからね、この後フェコ認定モデルが出てくるんじゃないですかね。今のところこれは
まだ認可降りてなかったよ。だからトーナメントでは使えないよっていう段階なんですかね。ちょっとよくわかんないですけども、そういうの、っていうのがね、ここにね、なんか気になったんで剥がしてみましたからね、隠されておりました。で、レイドジャパンの動画で見てると、こんなトレーラーいかがですかなんていうのがあって、ちょうどね、あの最近買ったばっかりのあれやあれっていうのをね、おすすめしてたので見ていきますと、例えばこれですね、ファンタスティックね、これファンタスティックどうですかっていうのとか、あとはアピールしていきたい時にはこういった、これもね変えたんですけど、エグチャンクどうですかってね、こんな感じでね、宣伝してましたけども、ただパワータイプの方に、これはスピードタイプなんで、パワータイプにさらにこういうパワータイプのアピールしそうなトレーラーをセットアップすると、もうブリブリバタンバタンやるよなんていうのありましたけど、まあこのスピードモデルにつけてもね、あのちょっとスピードモデルで振動微波動なんだけども、テールの方をアピールしたい時なんかはこういうエグチャンクなんかもいいんじゃないかなとかね、そんなのがあったりとか、まあここら辺はね、あれですよね、ファンタスティック新しく出た、はい、こんな感じでファンタスティックをつけたら、それはそれでもうね、ジャストなセッティングになるよっていうね。で、レイドジャパンの動画の中でちょっとこの頭のところをカットして短くして、で装着してっていう感じで、どちらかっていうとちょっと小ぶりで微振動でってね、そういう感じで誘っていくときはこのファンタスティックなんかつけてもいいよとかね。あとは新しく出たフルスイングのね、小さいモデル、それなんかもベストマッチっていう風に紹介されてましたね。あのね、フルスイングの小さいのも売ってたんですけどね、それちょっとね買ってこなかったんですね。だから今手元にないんですけども、まあフルスイングの小さいのファンタスティックとかね、あとはまあここら辺でやってもっとアピールしたいって時はこういうエグチャンクとかね、そこら辺をこう付け替えていったりすると面白い釣りが、できるんじゃないかみたいな感じでね、ご紹介されてましたので、ぜひね、参考にしてみてはいかがでしょうか。まあ何にしてもね、いい作りだなって感じですね。うん、これは漆黒ね、黒くてかっこいいこの漆黒ってカラーなんですけど、でもよくよく考えるとこれね、漆黒って漆みたいな、なんていうのかな、艶やかな黒って、なんか マット仕様じゃないかな。まあ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 、そんなところはねどうでもいいんですよね。漆黒かっこいいからいいんですよ。はい、というわけで、開けていろいろ見ていきましたけども、ね、チャターベイトってね、いろいろなメーカーからいろいろなギミック搭載のものが出ていて、で好きなのをね選んで使っていくって感じだと思うんですけども、そんな中にね、こういうレイドジャパンのも選択肢の一つに増えてきたっていうことでね、早速買ってきてみました。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、レイドジャパンから新しく出たですね、マックスブレード、これのスピードタイプ、ね、これを買ってきてみたいと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。